日本、カモシカセンターは、三重県三重郡小物町の御在所、ロープウェイ三条公園駅近くの御在所だけ三条に、あった、世界で、唯一のカモシカ専門の動物園。御在所、ロープウェイ開業翌年の1960年7月に、開園、2006年11月30日に閉園した。研究開園内には、カモシカに関する様々な展示物が置かれた施設もあった。 また、鈴鹿山脈に生息する日本カモシカのほか、海外のシャモは、白岩ヤギ、ゴーラル、ジャコウウシ、台湾カモシカなどを多数飼育していた。1975年から1986年には8種、約60頭が飼育され、その後6種約30頭が飼育されていた。10種あるカモシカのうち8種が飼育され、多くの研究成果を残した。自然科学館では、 日本カモシカなどの剥製と骨格標本が展示されていた。また、鈴鹿山脈の植物、動物、昆虫などの展示も行われていた。1990年に年間約18万5千人だった入園者が、その後約7万4千人まで減少し、施設の老朽化などから閉園されることになった。その後飼育されていた動物たちは、 ロープウェイのゴンドラに乗せられて下山した上で、日本各地の動物園に引き取られていった。シャモア3頭は、多摩動物公園に引き取られた。2006年2月には、特定非営利活動法人自然学校三重が、設立され、カモシカセンターメモリアルご在所自然学校として、自然科学館が引き継がれた。ありがとうございます。